しました、引っ張った、はい、6球を投げた、空振り三振、4球目投げた、打った、左中間、飛んだぞ、もう見送った、もう見送った、ハンター、ドラゴンステーション、ドラゴンステーション、東海ラジオ、ウホホさん、ウホホ東海の皆さん、こんばんは。こんばんは、東海オンエアさんのラジオを最近知り、家事育児をしながら楽しく聞いています。ありがとうございます。突然ですが、私の悩みを聞いてください、うん、私の悩みは旦那がだらしないことです。あ、そういう私ももともとはだらしない人間でしたが、妊娠して一人の自立した人間になってこそ母親だと覚悟を決め、脱怠惰人間を目指しました。それからは服を脱ぎ捨てず洗濯かごへ、洗い物はためないなど基礎の基礎からリハビリしました、うん、私は習慣化できましたが、旦那はまだ怠惰人間です。育児家事やってよを飲み込み、一緒に頑張ろうよと言っても仕事がと変わる気がありません、うん、なんなら俺に完璧求めないでと言っています、うん、どうしたらどうしたらやる気が出ますか。皆さんの意見が知りたいです。よろしくお願いします。なるほどね。今日は普通の悩みやん、これ。普通の悩みやん、めっちゃちゃんとしたことあるやん。お前より喋れよ。これはね、まあ難しい問題ですね、これね。どんだけこう頑張ったとしても、あの、満足させれないんですね。へえ、うん、なるほど。なんで、まあ、怠惰ではない旦那などいるのかな、わかんないなだからもう相手が求めてるものをやって100やるとするじゃない、うん、それでもやっぱ足りないんだって。へえ、何を求めてられてんの、夢丸は。まあ、僕はですね、うん、あのお家に帰ってこいとか、うん、まあ、基礎の基礎ですよ、うん、そうだね、だって、うん、でお家に帰らないってことはないんだよ、うん、だから例えば、夜10時とかにさ、友達とご飯ちょっと になっちゃった、行ってて10時ぐらい、うん、11時ぐらいになってしまったと、それもでもやっぱちょ怒られてしまうと。え、でも聞くもん、その友達にご飯、友達と一緒にご飯も行けなくなるって、うん、行っていいっていうこう聞かないところからなんでしょ。だから行くは行くけど早く帰ったやん、そうそうの時点でもう怠惰なんだよ。そうなんですよ、うん、でちなみに僕はね、あの10時に帰れない、うん、なんでやっぱなんかさ、うん、お前水飲むなよ、焦ってなんかガチすぎて、いや、なんかちょっとこれまあそっちの方が絶対正解だよっていう答えはあるよ。うん、まあまあ、まあ、リアルを経験してるからね、うん、まあじゃあちょっと俺帰るわと言うじゃない、日をまたぐ前11時とかで、うん、でさ、まあ昔からのこう付き合いがある人はさ、止めるじゃない、うん、まあそれは僕だったら止めますね。おいおいおいっつって、うん、やっぱそれに応えるじゃない、うん、その一般人ではないというか、 YouTube やっててそういうノリもあるからね、そうね、答えるじゃない。でそれでこう答えてちょっと遅くなって帰った時に怒られるの、うん、なんて言われるの。あんまりなんだよっていうタイプでもないやん、なんて言われるの。ふつふつと、なんていうのね、静かにね、そういう感じ、なんで遅いのっていう、はあ、まあ、あはいはい、そうですよねつって、まあ、こうでつって、半にやけ。あ、まあでもそんなめちゃくちゃ怒らないくはなって泣いちゃうよな。泣かれるのが一番響くよね。まあ、最近はもう本当に飲みに行く回数も減ったし、うん、あの飲みに行く時は奥さんも連れて行くとか、ご飯に一緒に行くとか。でも YouTuber ってどっちかっていうと、そのなんていうの、うん、あの育児に参加しやすい仕事ではあり、そうだね、その家でやる仕事が多いから、うんうん、そのどう、鶴林さんはその辺もうまくやってるんですか。そうですね、まあもう絶対家にいるようにはしてるね、もう何もない時は。はんはんはん。で俺遊びに行くなら深夜友達と遊びに行ってみたいな、子供寝た後に。よく聞くもんね、子供寝かしてからっていうね、うんうんうん、これもう無敵状態だから。でなんかたまらないもん、しばらく来るって言ったのに来なくてさ、なんでって言ったら子供が寝んって言ってリアルまあね、あの本当大きくなってねくれればね、もっと多分自由は聞くんですけど、まあまあそうだろうね、ま、僕はまだ全然そういうところ、そういう意味では、まあ、まあ、なんていうのかな、いないだろうね確かに、その、まあ、うちの旦那はもう完璧に全てをやってくれるんだって、ね、原点方式じゃなくて加点方式にした方がいいじゃないですか。わ、めっちゃお前お悩み解決してるじゃん確かにお前さっきの普通のこと言いたくなった、もやもや解決しちゃおうよりすげえまともなこと言ったんだよね、うん、だからでも僕もちょっとそう思ったよ、その、うん、なんか100点 あのパパだったらこうするのにっていうのが、うん、多分あるじゃん理想として、うん、でもいないわけやんそんな人は、もう
もう幻なわけや。そうだね。から、その幻によりどれだけ劣ってるっていう考え方するとさ、もうってなるから、もうね、うん、もうゴミかすよりはどれだけマシかっていう感じでね。であとあのインスタのなんてちょっとした漫画で子育て漫画みたいなやつでさ、うん、まあ、最低な男旦那さんがねよく書かれてるわけ。 あれよくないんだよ。そんなやつはいない。イメージ植え付けすぎ。いやなんかさ僕ほん思うんだけどさ、いやこれはもう本当に今ここ3人男しかいないからさ、うん、何を言ってるんだって言われてもいいんだけどさ、うん、本当にあんなひどいのかね。なんかさ誇張してないって思う。誇張してる。誇張はあるだろう。絶対誇張してるって。男がさ逆のこと言うことあんまないじゃん、うん、うちのね奥さんは、ね、全然ねなんか家事やんないんだよねって言って参加してくれないとかさ、俺はこんなにあれもこれもやってんのにってあんま言わん、うん、言ってるの聞いたことないやん、うんうん、なんかいろんな人がいるからさ、うんうん、どっちかあってもなんかなんていうの、まあ偏りはあるにせよさ両方聞いてもいい良さそうなもんのにさ、うん、マジで聞かないんだよね。聞かないね。本当にマジで全員男が悪なのか、まあ、女の子がそういうこと言いがちなのかどっちなんだろうね。どっちなんだろうね。まあでも思うところはいっぱいあるんだろうなと思いながら日々生活してるけどね、うん、まあ本当奥さんにはいつも感謝しております。いや本当にでもそうだよね、うん、なんかそういうふうに考えた上でお互い、まあ、譲り合ってというかお願いし合ってというか、許せる幅がね、牛島くんとかね読んでこいつよりマシだって、まあ、そうそう。でもそれは本当にそう思う。こいつはめっちゃ家でゲームばっかしてるけどパチンコ行かないだけマシだなって思ったらさ、ね、ちょっとそれだけでもプラスになるやん。借金しないだけマシとかさ、うん、やっぱこね分かるわ。家にお金ちゃんと入れてくれるっていう仕事してるとかでね、そういう考えするとねだいぶ変わるよって思うけどね。まあとはいえじゃあこっち側っていうかね、その男の子側が何も気をつけなくていいってわけではないですけど ね、うん、しっかりと気をつけて生活していきましょう。はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。空振り三振、試合終了。2球打った、伸びる、そのままスタンド、取り込んだ、打ちました、ルンドラ球伸びていく、入った、満塁ホームラン。ドラゴンステーション東海ラジオ。